夫が病に伏してから1年余り、大黒柱が倒れたことで私は身を粉にして働いていた。親が残してくれたこの家を守るために。ごめんください。はい。すっかり遅れてしまって申し訳ない。ちょっと心拍が気になりますが、安静と投薬を守ってください。今のところ緊急性はないと思いますので。油断は禁物です。頑張ってください。ありがとうございます。私もできる限りのことをしますが、今の投薬では限界がある。できるだけ早い段階にそれなりの治療を受けた方がいい。例えば手術とか。手術ですか。費用がかかるのですか。夫の前では心配かけないようにしていたものの、すでに貯金は底をついてしまい、借金をしては薬代を払っていた。これから先どうしたらいいのか。どうですか、旦那さんの具合は。はい、今のところあまり。ではまたいつ発作が起きるか。そうですか。奥さんも大変ですな。言いにくいことなんだが、お貸しした治療費の分はそろそろなんだが。すみません、もう少し待っていただけないですか。そうきますか。いや何ね、私もあんたのお父さんには随分とお世話にもなった。急がすつもりはないが、物事には期限というものがあるんだ。そのことを忘れてもらっては困りますな。すいません。だから何度も言ってるように、この家を売って身分相応の生活をしたらどうですか。オリンピック前だから。そんなこと気にしないで、早く治って働いてもらわなくちゃ。うん、必ず元気になってみせる。家族のためにも。さあ食べましょう。
本当に抱けるんですか、そんなべっぴんさんを。はい、かなりの上玉ですよ。どうせあの旦那は長いことないですからね。そしたら彼女一人になって一石二鳥ってことですね。さすがですね、競技場のコーチになる。今までの返済も未払いですし、ただっていうわけにはねえ。もちろんです、利息も全額お支払いします。いやいや、そういうことじゃないんですよ。私に対する返済方法はまた別にあるんじゃないかということなんですよ。ご主人を助けたいんでしょ？だったらこの私に従ってもらうしかないっていうことですな。自分を責めていた。健一さんに分からなければ。では明日の朝までおやすみなさい。ありがとうございました。今は薬で落ち着いてますが、もう予断は許しません。明日にでも手術の手配をした方がいいでしょう。お大事に。わかりました。ありがとうございます。夜分遅くにすみません。どうしても明日には必要になりました。お願いします。すみません、今すぐにでもお願いします。お願いします、今すぐ必要なんです。お願いします、お願いします。お願いします、私の体を自由にしてください。
見えます。和子、元気ですか？最近は体の調子も良くなって先生に褒められています。こちらはもう一面の雪景色です。東京の方も寒いのでしょうね。まだいつ帰れるかわからないけど、同じ空の下で思いは一つだと思っています。今度先生の許可が出たなら一汽車東京へ向かいます。また会える日まで楽しみに治療を続けています。和子、愛しています。健一。あなた、